ここは色を重ねて質感を表現。こんな感じかな。これで大体できたから、あとはよし、全体を確認して細かいところを整えていこう。前に雪平先生から指摘を受けたところは意識して直したし、今回こそ。はい。やっぱり雪平先生、厳しいな。でも、言ってることは納得できる。今回の好評をちゃんと活かしていかないと。ことで悩んでたりする？あ、うん。技術的なところはわかるし、直せると思うんだけど、魅力がないって、どういうことなんだろう。確かに、今日の絵はちょっと生き生きしてない感じがしちゃったかも。なんていうか、えなちゃんの絵はいつも、私を見てって言ってるような感じがするんだけど、今日はそういうのがなくて。構図がいまいちなのかな。でもそこは褒められたはずなんだけど。あ、あれって初心者向けの絵画教室だっけ？最近できたっていう。うん、先生が明るくて優しいから子供に人気なんだって。へえ、私たちのところとは随分雰囲気違うね。みんな楽しそうだね。ほんとにね、必死にデッサンとかやってるこっちとは大違いっていうか。あれ？ねえ、双葉、あの子、先週も絵画教室の前にいなかった？あ、そういえば、前に見かけた時も、なんだか深刻そうな顔してたね。あそこにいるってことは、絵画教室に興味があるのかな？入るの、迷ってるのかな？まあ確かに、絵を描くのって結構気力いるしね。初心者向け絵画教室、お子様からご年配の方までどうぞ。こういうところに通えば、私でもちょっとは上手くなれるのかな。でも、どうしよう。
絵画教室に入ったらなんとかなるかもしれないって思ったけど、きっと3歳の子より私の絵の方が下手だし、みんなに笑われちゃうだろうな。もう時間だし、宵崎さんの家に行かなくちゃ。あとは煮込めば出来上がりだね。今日依頼されてるのは作り置きだけだけど、宵崎さんはまだ作業中みたいだし、軽くお掃除してようかな。冷蔵庫の中はこの前したから、今日は、はあ、動いてれば気が紛れるかもって思ったけど、ダメみたい。幼稚園の絵、どうしよう。うまく描けなかったら、小さい子たちをがっかりさせちゃうかも。望月さん？うわっ！ 宵崎さん！作業してたんじゃん。今一段落したんだ。それより、なんだか元気ないね。何かあったの？すみません、心配かけてしまって。全然大丈夫だよ。望月さんにはいつもお世話になってるし、私にできることがあれば何でも言ってほしいな。宵崎さん、ありがとうございます。じゃあその、聞いてもらってもいいですか？